和歌カレー事件ね当時林真澄っていう人が犯人に違いないっていうふうにテレビを見た人とか影響を受けた人は思うでしょうけどもあれは完全冤罪でしょうねもう証拠が出過ぎてますこれは林真澄さんは単なる犯人に仕立て上げられてそして当の犯人は多分その自分がやったのかどうかすら分かってないんじゃないかなっていうのうな当だと思うんですよで今更もうね蒸し返したくないっていうんで 地域の人も、林正美さんが、犯人ではないというふうに言いにくいでしょうね。もう、そうした方がいいからなんですよ。もう、自分は、みんなが言ったから、私は言ってないわよ、みたいな感じで、避けると思うんですよね。だから、同調圧力と、集団心理ってもんでしょう。なんか、警察もね、今更ね、違いましたって、23年も経つんで、言いにくいじゃないですか。まあ、そういうことでね、一人の人の冤罪を、 完了させて死人に口なしで終わらせようかし高知白バイ事件もそうですしね三井玉城さんの事件もそうですしね本当に何て世の中だっていうところですよまあでも大半は本当に正しい司法正しい警察正しい行政が行われてると思いますよでもその正しさの裏に口裏合わせて犠牲になった人がいることもやっぱ忘れられないなと思います林真美さんのね一刻も早く解放をお願いしたいと思います